ミッションが少しおかしいんで、ちょっとクラッチをね、完全に切ってからやんないとダメみたい。スタビは、それで今それでやってみたの。これ今リアもソフトなんですけど、うん、ハードに持っていっちゃったら、その方がいいかもわかんないな。ね。うん、20時、いよいよ土屋のルマンがスタートを切った。インディアナポリスへ進入する高速の右コーナー。シフトダウン寸前の回転数は8100。4速から3速へとシフトダウンの後、インディアナポリスコーナーをクリア。さらに2速へ落としてアルナージュを抜ける。ここから先は緩やかなカーブを持つ高速コーナー。そしてここがポルシェコーナー。さらにこの先の左右の下りが土屋選手の苦手とするコーナーで、そこを抜けると短い直線、そしてフォード試験につながる。マシンは1コーナーをクリアしてダンロップブリッジ下を通過。2回抜けました。5速です。テルトルルージュから先がいよいよ高度。ユーロディエールのストレートへと入る。5速が抜けます。横 G がかかったときに5速で抜けます。そして2つの試験位を通過後、ミルサンヌの森へと入っていく。小高い丘を越え、一気に2速まで減速するのがミルサンヌコーナー。わずか4周、およそ20分の走行で土屋のルマン初仕事は終了した。22時48分、クニさんがピットイン。初めてのナイトセッションに先立ち、アドバイスが飛ぶ。ブレーキの寄せポイントだけよくつかんでおいて、はい、そしてイエローが、イエローランプがパカパカつくから、ついたらつくっていうか、イエローがパーッついたら、やはりそれは追い越し禁止になるから。これが夜間用特製フォグランプ。22時51分、土屋ピットアウト。初めてのナイトセッションを走る。
遅いです。クラッチが返ってこないんですよ。23時過ぎ、土屋ピットイン。またしてもミッショントラブル発生。結局この日のナイトセッションはわずか2周で終了となった。セルモーターの不調により一時ヒヤッとしたが無事ピットアウト。小さなミラーだがあるとなしでは大違い。一瞬にして近づいてくるシーカーのことを考えると不用意なライン変更はできないからだ。暑さと戦いながら順調な走りを見せていた土屋にトラブルの兆候。ギアの入りが悪くなってきたのだ。14時53分、47号車のステアリングは飯田明から土屋圭一へと引き継がれた。ドライブシャフトをいたわりゆっくりとピットアウト。タイムは何秒ぐらい、40秒ぐらいで走ればいいんですか。どうぞ。いや、もう少し45秒とかでも、丁寧に完走できるようにお願いします。了解しました。じゃあ全部のコーナー各ギア、高いギアで運転して回転なるべく上げないようにします。どうぞ。ドライブシャフト見てもらえますか。ちょっとぐにゃっときたんですけど今。ねえ、これ左のドライブシャフトダメなままでしょ。左のドライブシャフトは今交換しました。どうぞ。はい、どのくらいのペースですか。もうむちゃくちゃゆっくり走ってればいいですか。そうですね、とにかくチェッカーフラッグを受けてください。どうぞ。了解。ホイールはワンホイールです。左のデフがデフじゃない、ダメですね。左のドライブシャフト、アクセル入れると横向いちゃいます。直線でも応急用のシャフトも残念ながらピットアウトの時点で破損。またミッションも4速か5速しかなく、もしコース上で止まったら全てが消えてしまう状況だ。残り1周、土屋のドライブに全てがかかっている。6月19日午後4時、第62回ルマンのチェッカーは振られた。すごいよ河原さん、さあもうみんな手振ってくれるよ。信じらんないよ。ルマンの声援は勝者だけでなく24時間を戦った者全てに送られる。土屋にはそれが嬉しかった。午後4時3分、土屋圭一、ルマンを走り抜く。ホンダは初挑戦にして NSX 全車を完走させた。
最高だね。そうだって右のドライブ立つだけだもん。ありがとうございます。踊ったまた、またよろしく。このレースって勝ち負けじゃないね。これはね、なんか人生みたいなもんじゃない。最後まで諦めないで24時間っていうね。俺はそんなような気がしたね。